ったっけ、今月3日、何があったっけ。あ、お菓子いっぱい食べたい。いっぱいチュロスだ。ありがとうございます、かわいい。お菓子いっぱい、お疲れ、ありがとうございます。あ、クマのキャンディー、これ、これなんだろう。この時期何、ハロウィンもう終わってるけど、見たい、もう一回。本当に楽しかった、 FC 岐阜のお仕事さん、 FC 岐阜さんだね。そう、あれ、あの日もさ、やりたかったんですよ本当は、ショールーム。でも次の日 K2 公演で、しかもシンポジだったので不安しかなくて、配信できる余裕がなかったです、ごめんね。で、次の日もやろうとしたんだけど、また次、今日がポジション変わってて、今までやってたポジションだったけど、ちょっとね、不安だった。こんばんは、こんばんは、ハート、あ、まだ、お疲れ、ありがとうございます。聞こえ見に来ましたね、あ、ありがとう。でもさ、白さんもサイレン振ってた？あれ？今日はね、知ってる人、そう、白さんもサイレン振ってくれてた方が 1,2,3,4,5,6人かな？多分6人は今確実に覚えてる。美味しそう、チュロス、ありがとうございます。え、これ待って、チュロスタワー1000円、 1000G って書いてある。あ、そうだ、公演8日もあったのか。こんな気づいたか、不安だった。え、バッチリ見てた。バッチリ見てた。そう、なんか何から話せばいいか分かんない。何から話そう。 FC 岐阜さんは本当に楽しかった。さっきからこれしか言ってない。そうだね、その前の日にオンラインのお話し会チェキチャがあったから、みんな楽しみとか、カメラ持ってくねって言ってくれる方がいっぱいいたんですよ。楽しかった、みんないっぱい撮ってくれた、本当に。みんな私のこういう表情の時が好きなんだっていうのがね、知れたかな。曲が何やったっけ、もう頭から忘れてきた。1曲目がね、キスだって左利き、オキドキ、片ファイかな、怒涛の3曲やって、ちょっと MC 自己紹介やってから、あの頃の君を見つけた、コヨチフラグ終わって、ハーフタイムの時に愛してラブルの6曲かをやったんですけど、今回初めて踊ったのが片思いファイナリーで、いや、びっくりよね。まさか自分が踊るとは思わなくて、もうザ・ SK の曲を踊れたことがすごい嬉しかったけど、難しかった。いや、もう怖いものはないって思ったけど、まだある。金銀も踊ったことないし、パンチラインも踊ったことないから、まだ怖い曲あった。びっくりでしょ、片ファイ私が踊ったんだよ。ふーちゃんと一緒に自分たちでここで振り起こしして、振り入れしたんだけど、難しかったな。片ファイ初、意外だ、嘘、初だった。確かにチキンライム初めてじゃない、演奏やったことない。
エスケープもね、そう卒コンで踊りました踊った、もう一生踊らないと思う私こんばんは、こんばんは。いやー、エスケープきついよな。曲名動かない、ダンスメドレーのギャラクシー、私ギャラクシーやると思ったのにエスケープだったからさ、びっくりしたもん。そうギッフィーが本当にダンスが上手すぎてびっくりした。どれだけ練習してくれたのかなと思って。そうだよ、ギッフィーセンターでしたから。コイチフラグと愛してラブル、もうね、あの衣装で踊ったの私初めてなんですよ。壁車の衣装で踊ったんだけど、靴はちょっとね脱ぎやすいだし、なんかねフィールドフィールドちょっとかっこいいね踊ったところがちょっとね、間が半分芝生だったんですよ。でなんかね 2.5 ぐらいのところがちょうど芝生と普通の地面のこのね段差があって、私とふえちゃんはそこに立つところが多かったんですよ。もうね、何回くじけそうになったか足が。本当にダメ、あれ踊りづらかった。芝生が普通に踊りづらい。そう、みんなね壁車の衣装でした。私は長ズボンでも逆に目立ってたよって言われて、あ、じゃあよかったなって思ったは本当に踊りづらい。ターンもできないし、そうだからね、サッカー用のシューズは全然平気だと思うけど、そう、足あったかかったけどね、踊ったら熱いの一番。普通にね寒かったな、日陰はね。日向は本当に暑かった。絶対日焼けしたと思う顔いつもファンデーションでさ白くしてるからわかんないと思うけど。さやがジャージって珍しい。待って待って待って、これジャージじゃないジャージじゃない、これ普通に私服の、もうジャージじゃない、もうジャージじゃない、これ全部あるもん、ここまで。しかもこれザラだよもうザラはジャージあるから、ジャラジャージじゃない違う違う。でももう今日着てみてね、でもレッスン着にしてもいいかなとはちょっと思っちゃった。本当はこう、いやでもいいよ許す怒ってない何もかわいい。でもザラって結構先取り感すごいよね、なんか流行りに全部乗ってる気がする。毎回なんかね、最近で言うとイカゲームに似た緑のジャージが発売されてたり、すごいよね似合う、ありがとうございます。の声好き、嬉しいこんばんは、こんばんは。そう今日はさ、ここにも書いてあるけど、ちょっと徐々に話していこう。 FC 岐阜のお話終わった、その後、あ、まだ公演ある、シンポジ、日高ポジ、日高さんポジ。そう、ゆずきさんのことはそうゆずさん呼びなんだけど、公演のポジションの呼び方は名字で書かれてるから名字呼びなんですよ、ポジションの名前は。そう、そうなの、日高さんポジでした歌割りが多くてびっくりした。そう、でも嬉しかった、嬉しい。
まさかさ、自分4ポジも覚えたのっていう驚きしかなくて。ポジにも3つけんの？え、後輩ぐらい3つけるの。そうそうそう、うん、あ、かわいい、ハッピー。びっくりだよね。だって青ガの時私1ポジしか覚えてなくて終わったんだよ。そう、白雪ポジ、びっくりだよね。8人公演の K2 は2人3人かな、覚えたの。12人が4人目。ヨカの声も楽しかった、楽しかった。嬉しかったし、成長できてるかな。で、今日の公演はね、ちょうど K2 公演初めて立った日からちょうど1年で、ナマルと一緒だったんですけど、成長できてる、できてる。自分じゃ分かんないけど、でも今日ね、朝家出る前にちょっと時間があったから、1年前の今日の劇場でのリハの動画を見てたんですよ。え、全然自分踊れてなくてびっくりした。12人ポジだと竹内ポジ、日高ポジ、新井ポジ、ごめんね、なんか呼び捨て感すごい。あと北のポジ4人、アニメで成長してる、成長しまくりできてる、ありがとう、優しいね、みんな。みんな優しい、優しいね。そう、お父さんも早く見たいって言ってくれてるんだけど、予定が合わずに見れないんですよ。そうなんだよね。見てほしい、早く。そう、私のね、今年の生誕祭もお父さんだけ見れてなくて、あ、でも DMM で見てくれたのかな。そう、やっぱね、画面で見るのと生で見るのとは違うから、そう、早く見てほしいね。そうだよ、 K2 公演が新公演になる前に見てほしい。まあ当分先だと思うけど。あ、ケイト。ありがとうございます。なんでパパさんは大根買ったの？え、知らない知らない、なになに、怖い。なに大根、なに、みんな知ってるね、なにそれ。家族のグループには何も来てないよ。最近ラブリーさんと仲良くない？仲いいよ。ハッピーさんの話しかしてない。まあでも、もちろんその他の話もするけど、だいたい猫かハッピーさんの話。かわいい。え、これの写真をみんな見た？リツイートしたし、リプもしてるからみんなのタイムラインに寝て載ってると思うけど、かわいい。あの写真私ね、もらうの忘れてて、ツイッターのツイートで保存しました。見てない人まだ、そう、見てね、いいねしてね。いいねして、リツイートしてね。え、タワーやん。ハッピーさん、ハッピーさん、今日はありがとう。今日はありがとう、バッチリ見えた。最善だよね、あれ。熊田はありがとう、1年前もありがとう。ありがとう、これしたね。かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ハッピー。あ、かわいい、おねんねしてる、もうご飯食べて。あ、ピアス。ピアスね、そう、開いてれば開いてるほど私好きだから、そう。
あのね、肌荒れが急にひどくなって近くに行けない普通にやばい。光とこのさ、ショールームのね、明るさと滑らかさを使ってるからあんま見えないと思うんだけど、本当にやばいの、本当にそう、やばいの。え、かわいい、メリーゴーランド、ありがとうございますハッピーさん、そう、寝ちゃった。このね、机の下で寝落としてる。かわいい、かわいい。え、待って、何時に終わろう。寝れてる、ね、寝れてるはず、寝れてる今はでももっと寝たい、寝れる今は。ユニット公演も楽しみだな、本当。大体決まってきてると思う、うん、から絶対みんな見てね、初日だし。私たちのチームリーダー鎌田さん、え、絶対見てね、本当に見てね見ないと損だよ、本当に。それぐらいです。まあどのチームもそうだけどね、普段見れない組み合わせしかないから、見れるなら直接がいいけど、やっぱね、遠い方もいるから、そういう時は DMM 配信。待って、でもさ、これ食べようとしたのに、もうダメだ、後で食べよう。そっか、衣装もだね。衣装ちょっとまだ分かんないな。衣装も確かに楽しみにしてたねそうだ、明日はそう、急遽決まったのかな、若手コンサートの発表がしてあるらしくて、何も知らないんですよ、私も。本当に何も知らない。だいたいさ、事前にメンバーは知ってる情報があるじゃないですか。え、何一つ知らないですだから何発表されるのか分かんなくて、私も楽しみだね。どんな感じなんだろう。発表するも何がある。だって日付とメンバーも発表されてるし、時間は正味ね、いつもと同じだと思うしえ、なんだろう、本当に分かんない。そうね、とにかく若手コンサートで私は里川さんと何かをやりたいですもうこの時しか絶対チャンスないもんだって。本当にやりたい、本当にやりたい、思い出作りたい、本当に。だって私、里川さんとお仕事、あの大富豪予算100万円イベントの事前の打ち合わせで2人きりくらいしかないんですよもうそれお仕事じゃないよね、打ち合わせしかなくて、ちゃんとしたお仕事ないです悲しい。かわいい、本当にかわいい、かわいいしか言えない、語彙力がなくなっちゃう。2人ではちょっとね、難易度高いと思うから、3人か4人が一番ジャストだと思うやりたいな、やっぱかわいい系をやりたいよね、もちろん私もだと見たいし、私も可愛いやりたいもん、かっこいいより。やっぱさ、 K2 コインが普段からクール、かっこいい系の曲ばっかりやってるから、そのギャップとしてね、可愛いのやりたいだってさ、ゼップも福岡
あれだしね、反射的スルーでクール笑わない系だったし、あでもキューキでのユニットはまあまあ可愛い元気系だったね。あとありがとうございます。振り入れはないですないです。あ、かわいい、よかかった、ハッピーパン。あ、今日は愛犬チャチャくんの10歳の誕生日、会えない。ウィンブルドン、ウィンブルドンやったことないな。ブリブリの可愛いザ・アイドルっていう曲やったことないかもしれない私。雨の動物園、パンダそれ専門だったしな。うん、え、やっぱこれ、え、チュロス 1000×10、 え、タワー2回目見たのそれ。え、ちゃちゃおめでとう、ありがとう2年3年連続ちゃちゃの誕生日直接祝えてないけど、さよクールに見えるから。そうだな、確かに自分笑わない方が漏れるなとは思う。 DMM よく見てて。カブトムシはどこにいますか？あのお外にいます、ベランダにいます。でももうそろそろね、そう寒くなってくるからお部屋にカゴを入れますかわいい。チャチャの写真来た来た。今日はあ、そうお母さんが一番初めに送ってくれて、その次はお父さんから来た。かわいかった、本当にかわいかった。チャチャもあんな若く見えるのに10歳なんですよ、早いね。そう最近またさ、そうなんだよ、 YouTube 見るとあのカマキリ、カマキリのハリガネムシ情報がいっぱい出てきて、あもう1年経ったんだなってそこで実感したかわいい、ハリガネムシって面白い、一生見てられるぐらいなんか面白い、かわいい。ハリガネムシパンパンだもんね、すごいよな。そのカマキリもよく見つけられるよな。え、でもハリガネムシを流しそうめんに流して食べたのは衝撃だったけどな去年かな待って、これがすごい気になる。あ、そうネジネジしてるのこれ、かわいいそう、イワンちゃん10歳、結構いってるけどでもすごい元気なんですよ。え、そうフォロワー減っちゃう、やだやだよ。そんな企画やってたの？そうやってた、なんか自分が想像もしてないものを撮ってくださるから面白いよね。なんか学校の教科書よりも今 YouTube の方がなんかね、いろいろやってくれるから勉強になるよね。自分が絶対に実験できないようなことをしてくれるから面白い。最後食べたの？食べてないよ食べないよ。ハッピーさんは11歳です。来年12歳、やば、え、合ってるよね、チャチャの1個さ。そう時代変わったよね。待って、このまま話していくと12時までやりそう、配信ずっと喋っちゃう、やばい、久しぶり。そうだ、アバターも考えなきゃいけないのに考えられないそうやばい、ふいちゃん、ふーちゃん私な、やばい、やんなきゃ早く。こんばんは、こんばんは、島に入りました、ありがとうございます
あ、2じゃないよ。そう、昨日ふみさんと3回目のそう撮ってきました。あの去年の今頃もふみさんとやってるんですよ。私2じゃないよ。まあまあまあ、それも踏まえて楽しみにしてくださいラジオもラジオ後の動画も見てください。はい絶好調でした、あわびさん昨日も聞いてよ、それでささやかちゃんカメラ濁ってるよってさ、私もそう思ったの。でもね、もう一回その日にこのねカメラのレンズを拭いて同じフィルターをつけたらやっぱ同じように濁ってるんですよ。え、あのフィルターじゃないのって思ってちょっと、え、気にしてるよカメラ汚くなかったの？それか私が携帯落としすぎてあの汚くなってる。いやでも絶対違うって、フィルターの問題だよあれは。でも面白いからいいの、何にも嫌じゃないそう、あれね、裏でもあんな感じでずっと喋ってるんですよ私と青海さん。面白いよね、本当に面白い。最近よく会うんだ青海さんと。チーム違うのにお仕事で一緒とかすれ違いが多い。え、青海さん、さやかちゃんが星だけど、これはいじめがいがあるかなえ、いじめてんのそれ。え、いじりがいがあるか、いじめじゃないか、いじりがい私のことあんないじってくれるの本当に青海さんだけしかいないから、メンバーの中で。嬉しいよ、貴重な存在、本当何回も言うけど。チュロスありがとうございます、いっぱい食べたい。チュロスいじりがいね。なんかさ、青海さんは私のことさやかちゃんと呼んでくれるんですよ初期から。でも私ずっと、まあ、周りもだけどずっと青海さん呼びだからね、これを機に違う呼び名で呼びたいなって心の中で思ったんですよ。でもなんか今から急にね呼び名変えるってなったら難しいなと思って考えるのやめました。ひなぴよも呼べないし、ひなのちゃんも呼べないし、もしなんか違う名前で呼ぶんだったら相当違う名前じゃなきゃ多分呼べない。ひなの？ひなの呼び？でもね、そうえなまるとかね、きみちゃんがたまにひなの呼びだから可愛いなと思ってて、ひな、ひな、ひなちゃん、ひな、あおさん、うみさん、うみちゃん、ひな、ひなの。え、でもひなのって呼べたらめっちゃいいよね。ひなのなの？言いづらのしか、え、のしか、あ、のしか、のしか、のしかの違う、ひなの、ひなの、ひな、ひなぴよ、ひなぴよはもうきみちゃんじゃないよ、みっちゃんのイメージが強いんだよな。ひなんちゅう、うみんちゅみたい、あの沖縄のピヨ、かわいいけどなんか呼ばれてること気づかなそう、アミさんひな、え、ひなって多分家族から呼ばれてるってなんか聞いた気がする、アミさんから。ひなのって急に呼んでみて、え、意外と照れそういや、私の方が照れそう普通に照れそう、私が。ひなちゃん、ひな、ひなの、いや、ひなのいいな、私も呼びたいけど、いつかさやかって呼ばれそう、まおみさんから。そしたらさやか呼びは誰一人いないからさ、そう
さやかちゃんってかわいい、ちゃん付けかわいい、ハッピーすごいな。かわいい、ひな、ひなの、よし、ちょ考えとこう。一回本人に相談してみてもいいね。ひなの、おひな、すごい。あ、え、いやめちゃめちゃかしこまってる感じ。おひな、こんばんは、こんばんは。ちょっと今度聞いてみるね、どうなったか。忘れてたらちょっとまだ私に言って。みんな、ふみさん、なんかくしゃみ出そう、あ、出ないね、ファンの方みんなさや、さや呼びだから嬉しい。さや、さや、でもそう、もう今日、今日もじゃない、たまにね、そう、サーチンって呼ばれるからな、キミちゃんにかわいい、ハートありがとうございます。え、見て、こんなに痛い、爪が折れたの、短い、本当に短い、なんか肉って感じでね、こうやって触るとさ、肉が感じるの、やだ、痛い、いやでももう痛くない、肉なの、やだもうやるよ、短いしはぁ、やだ。あ、あ、いや、そうだ、ネイルのこともちょっとあるから、もう動画見てほしい、もう本当ににじゃないよ、ほんと見てほしい、もう素のリアルだよ、私とあみさんのやりとりが、ほんとにわかるよ、ほんとにひどいわ、もう今思い出してもらっちゃう面白い。フラードさんにサイカって呼ばれてなかったっけ。え、そう、そうなの、サイカ呼びなんですよ。だからね、普通にキュンとしちゃうよね、だって呼ばれないからさ、みんなからサイカって、びっくりした。面白いなぁ、アミさん。あ、でも山本彩香さんからも呼び捨てでされたい。え、そのね、ショートにしたい欲がまた出てきたんですよ、本当に本当に。そう、ブチって言ったな今、下が黒い服だから分かんないよな、ショート。でも今前髪ないからな、似合わないんだよな絶対。どうすれば見えるんだろう、わかんないな。ロングのままでいてください。あ、美味しいそう、だいぶ伸びた。 K2 で一番長いかな、でもエナメルと同じぐらいな気がする。公園で探しやすい、本当。しかも今前髪もないしね。そう、今日珍しくさ、今日の公演の出演メンバーほぼ髪の毛下ろしてて、ストレートの人が多かった。珍しいでしょ、私が公演でストレート、研究生ぶりぐらいに本当にやらない。髪が綺麗、美味しい、ありがとうはや、はい前髪で探してる、わかりやすそう、今日ね、忠実に再現しようとしたの、1年前の今日の公園での髪型を。似合わなかった、もう前髪ある自分が。まあ流しにこうやってたからっていうのもあるけど、本当に似合わなかったの、ショック。そう、1周年だから同じ髪型をしました、えのまると一緒に。すんごい違和感あって、そう、ふゆちゃんにも言われたもん、
え、もう前髪あった時が思い出せないって言われたぐらい、今の前髪ない方がしっくりくるらしい。前髪はいっそ考えらんない。あ、今日はね、ふいちゃんがさって書いてくれた。いつもさって書くけど、さささ、かわいい、さ。そう、時間なくてささっと書いてくれた。さ、読める？さいつも外川さんは絵を描いてる公園で置いていただいてるお水です。さ、ささんだからね。かわいい。確かに違う方向から見たらさに見えないよ。あ、爪剥げてるの見えた。やんなきゃ。あ、いや見て、これ一回食べて美味しかったの。このさ、チョコのお菓子なの食物繊維が取れるって書いてあって、普通に甘くて美味しかったの。あ、でも 3g しかなかった、食物繊維。大好き、セブン。いつ食べるかは秘密。もうさ、ゲームがしたくてたまんないの今。でも眠いし、目が疲れるし、あ、明日も練習公演だと思うとできないの。チョコはこの中に入ってない気がする。入ってんの？わかんない。え、そうそうだよ、ポケモン楽しみだよ、早くやりたい。でもね、忙しいのその時。そう、しかも次の日は現地でトーク会、しかも埼玉ですし、やばいやばい、スタートダッシュ切れない。もうね、15年ぐらい前だっけ、10年前にやってたものだけど、やりたい。そう、予約しました。どこかは秘密。特典で選びました、予約した場所は。まあ、みんなそうか。早くやりたいな、早くやりたいな。あ、かわいい、クッキー、お菓子ありがとうございます。あれ、そう、埼玉土日は服装決めてたよね。土曜日が生誕 T シャツ花冠、日曜日が私服プラスメガネだったような。そうで、生誕 T 迷った。え、生誕 T、花冠は絶対する。関東で一回もつけられなかったので、生誕ってちょっと悩んでんだよな。なんか、え、そう、メガネもなんかなって思うけど、みんな見たいって言ってくれてたから。そうで、11月27、28か、27が来ました、 USA 服です。28が私服予定、ちょっと何になるか分かんないんですけど、まだ考え中です。あっという間にね、当日来ると思うけど、やっと USA になれるよ私。27、楽しみだな、楽しみだな。楽しみだな。ずっとクローゼットに入っててさ、毎日見るものじゃん、クローゼットって。早く着たいって毎日思ってる。あ、そう、27、28はいつの間にか完売していたんですよ、一部二部なのに。
みんなありがとうございます。本当に楽しみにしてるねでもさ、あの頃の君を見つけたのトーク会が今月で終わりって早くないと思って。早いよね。まあでも夏に発売したからそんなもんかとは思うけど、もう次新曲のことも考えるのかな、わかんないけど、早く会いたいねみんな会いたいね、会いたいね、乾杯に乾杯して、そうそう言ってくださる声がね何人もそう見た、見かけた。チロス、ケイト、オンプありがとうございます。しばらく間空きそう。やっぱそうなのか、うん、悲しい。半年後だいぶ長いよね。公演楽しかった、ありがとう、ありがとうございますよかった、よかった、楽しんでもらえて。今月はそうだ、スズランさんが最後だ。うーん、悲しいよ。グループトークってあるよね、埼玉も最後のスカイエキスポもあるかな。誰とだろう、気になるな。メンバー同期2人はやったことないな、まだ。今回は全日程にあるのか、君に来たよね。来年次シングル出る時もあるのかな。アーミーさんとあるかな、え、どうだろうあったら面白いだろうな。外川さん喋れなくなっちゃう、うん、でも結構さ、好きな先輩後輩同期となってる確率高いよね。私もだってスズランさんとできたし、外川さんも伊豆木さんとやってたし、あるよね、ワンちゃん。知られてたらだけどね、自分の好きな先輩がとかは。ペアが分かんのファンの人と一緒のタイミング、そうそうなんですよ、そうなの、だからドキドキなのいつも確かにラブリーさんともやりたい、同じ部だし。ラブリーさんもかわいい、今日もいっぱい喋った、かわいい、かわいい、ラブリーさん痛い。私ね、黒い服が好きだからいっぱい着るじゃないですか。でお家ですんごいコロコロやるんですよ。でも外に出たら日に当たるとこんなところにいっぱいハッピーの毛ついてたんだっていうぐらいついてて、でもコロコロ手元にないから取れないじゃないですか。でリハとか行って着替えると毛だらけなんですよ、まあまあ。で一人で、あ、ハッピーさん毛いっぱいって言ったらラブリーさんがすぐ気づいて、あ、ハッピーさんって言って毛取ってこうやってやんの自分の服につけるの、かわいい。だってさ、猫好きな人でもやらないじゃんそんなこと。私はやっちゃうけど、だから私とラブリンさんは同じ系統なんだなと思って、猫が好き、本当に好きでそういうのも嫌じゃないんだと思ったし、まあそれ以上にハッピーさんのことをラブリンさんが好きでいてくれてるからそう言ってくれてるあ、ハッピーさんの鼻毛って言ってね、自分の手にくっつけてた、鼻毛じゃないけどね、多分鼻の上にあるちっちゃい毛可愛かったラブリンさん、面白い本当に鼻毛じゃないよここ、ここの毛、短い毛かわいい。でもラブリンさん家で飼ってる猫も本当に可愛いんですよ、本当に可愛い。
毛の長さでわかる。え、わかる。もうどれだけハッピーを見てきたか、間近で。そう、長さとかで見た目の毛でわかる、どこに生えてる毛か。ちょっと言葉だけで言うと気持ち悪いけど、それぐらいわかる。私はわかりやすいのかな。でもハッピーの毛が、おしりんさんちの猫かわいい、ほんとかわいい、かわいいガムちゃん、ストーリーで見るよく。ガムちゃんでも男の子だよね。お尻見たもん画像でだけど、わかる。かわいいよね子猫。いいな子猫。クッキー、お菓子ありがとうございます。ちょっと待って、いっぱい喋っちゃった。あ、もう40分だ、やばい。そろそろ終わりにしないとあれだな。うん、ハムちゃん最近メンバーでね、生き物飼う人が増えた気がする。犬猫限定だけど、いいね、いいね。あ、ブルーピリオド今日だ。うわ、アニメもめちゃめちゃ溜まってる。見てないよ。見た、やばいな。最近またね、あ、スイッチあつ森の有料アップデートしっかり買ってるんですよ私。でも全然できてなくて、そうやりたいんだ。あとポケモンユナイト、もう昨日ちょっと寝る前に対戦だけやりました。楽しかったです本当に楽しい。あれ、あれを無料でやっていいのっていうぐらい楽しい。ヒロアカもヒロトラもしっかりやってる。トカヤくん欲しい、最新のガチャ。ポケモンユナイト本当に面白いよ。でもね、ガチでやるとちょっとねイライラすると思う私だけかな。結構本気でやっちゃう。いや、本気でやらなきゃ意味ないよねゲーム本当に楽しいの。ポケモンだからなおさら楽しいなと思うんだけど、陣地取りみたいなやつ、そうそう、ゴールを壊す。そうだよ。チュロスハートありがとうございます。え、そう、ピクミンもねやっぱやりたくなってくる。ラブリーさんずっとピクミンしてるよそう、趣味だからこそ。OK、 そうそうなんだよ。そうなんだよな。そうだ、漫画もね、そうこの間イルマくんも発売したんですよ。8日かな。そう、買ったけどまだ読めてない。袋からも出してない。やばい。うん、今ね、そう3、4、5、今6冊読んでない、読めてない漫画。やばいやばい、溜まってく。ハッピーさんかわいい、ありがとう今いないけど楽しみだな。イルマくんアニメ今再放送やってるからね。イルマチアズ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 、かわいい。そうだ、この間ね公演の日に相澤先生の誕生日だったけど、ケーキ買いに行けなくて、結局お祝いできてないんですよまだ。やばいやばいやばい。ハガレン、ハガレン面白かった見るまでねだいぶ時間かかったけど。あー、シャーマンキングもまだ見れてない。ワートリも見れてない、やばい。永遠は時間があるとき間々で見てる。
面白い面白い、夏を感じる。できました。どっか行こうとしてた。あ、ハミさんいっぱい呼んでるよ。コメント欄早いよ。はい、ありがとう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 。ハミさん、ハミさん、ハミさん、私の時よりすごいよコメント。抱っこしちゃった。黒い服なのにまたコロコロが、あ、ヤニがついてます。ごめんなさい。欲しい、ありがとうございますかわいい。なんか今画面、あ、もう大丈夫、画面が遅れてきた。重いのかな。重い。え、なんか重くない？帽子だけ？あ、お菓子たくさん、すごっありがとうございます。かわいいですか、ハッピーさん今日はハッピーさんは今お水飲んでる。待って、そろそろ終わりにしよう。12時前に終わりにします。帽子ってかわかった、ありがとうかわいい。ハッピーさん今日も元気に私のために生きてくれましたかわいい、本当にかわいい。愛しかない。人間のようにそういつもね寝てくれるの、私のここで。もう人間にしか見えない。見せたいけどちょっとね見せれないそう、覚え始めるので頑張ります終わりにします終わりにします。いっぱい喋った、ありがとう。みんな私のしょうもない話も聞いてくれて、また近いうち配信しますそう、公演終わりはね、あのメイクバッチリ、髪型バッチリなので絶対配信したいのでします。嬉しかった、ありがとう。一位ハッピーさん、クマタワーありがとうありがとうございました。まだ来たね、ケツ公演次は15日だね。2位カレーのアバターさん、3位スコティッシュのアバターさん、4位男の子のアバターさん、5位ハッピーさん、6位クマのアバターさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位星のアバターさん、10位ササ、11位ハッピーさん、12位ハッピーさん、13位ササ。皆さんありがとうございました。そうだ、金曜日だ今日。みんなゆっくり休んでね、1週間お疲れ様でした。頑張ろうね毎日生きてごめんなさい、充電が 20% 切った。ありがとうございましたおやすみなさい、ありがとう、バイバーイバイバーイ。